こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨の投資についてのご質問で共通したのがありましたので、今回一括でお答えさせていただきます。それはですね、暗号通貨のそのトレードっていうのはどういうふうにすればいいんですかっていうことなんですよ。非常にざっくりとした質問ですけども、この質問にはね、2つの意味が込められていると思います。1つはですね、細かくエントリーや利確損切りを繰り返して FX のように小さな利益を積み上げていって稼ぐのか、それともまあドーンとね、ある程度の金額買っといて数ヶ月とか数年放置をしながら、いわゆるね、不動産みたいに、まあある程度のスパンを持って利確していくっていう方法ですね。短期トレードと長期トレードっていうことになります。まあね、はっきり言ってね、今ね、暗号通貨の方はファンダメンタルの方が大きいんじゃないですか。テクニカルはそんなにね、生きてこないと思います。というのが、一人当たりの投入金額と売却単価、その割合が大きいからなんですよ。例えばね、ドル円の市場っていうのはもう膨大なお金が流れ込んでますから、一人がね、何十億とかっていうのを売買したところで全体的に影響はないんですよ。まあ、でも暗号通貨の世界は、通貨の銘柄によってはですね、本当に1億円の買う売るだけが価格に非常に影響しやすいんですよ。だからね、よりね、噂がものすごく反映されるのかなと。不安要素が出れば一気に暴落しますし、期待が高まれば一気に高騰しますし、おおよそね、テクニカルが入ってくる余地がないと思うんですよ。もちろん将来的にそのボラティリティが落ち着いていけばね、法定通貨並みに落ち着いていけば、それはテクニカルで勝負できると思いますけども、今はね、そこまでの安定性はないですね。通貨の価値が変わりすぎ、あとね、手数料の問題ですよ。実際に利益が出た時に手数料計算めちゃくちゃめんどくさいんで、FX と暗号通貨の短期トレードはちょっと切り分けた方がいいと思いますね。ということで結論、暗号通貨は一回買ったら数年で放置、ね、細かく売買したりとか、いちいちチャートを見て右往左往する必要はないです。もうあれじゃないですか、1日に1回とか1週間に1回見れば十分な程度だと思いますよ。まあ暗号通貨のね、値動きが好きなら見ればいいんですけどもね、無意味だと思いますね、それはね。というところでね、私はそういうふうに考えてますけども、皆さんのお考えはいかがだったでしょうか。では以上です。